ってピエー近いところさあ中村さん見すぎないですねやっぱりね福山君の時に火がついてそこからビタビタでもう我慢せず中村直樹あれかわしてる止めてるあれかわすんだよねあれをかわす余裕があるのはちょっとありえない、だって新入社員、うん、目があったと思うよ2人あったねあったね親ってこれ一流だねある意味勝負中村はありありです、ね、決定ということになるタイヤで軸屋の右のタイヤをもう押してたんです、はい、押してましたね、はい、完璧に押してましたねもうねいやー今でも D1 でも見たことないですよない本当に7軸7軸屋赤山さん 6.5 軸かな遠いの中村近いところ飛び込んできたこれは行き過ぎましたね。さあ、1本目はイーブン。今のを聞きましょう。メッシュなんですけど、さっき多分ここの衝撃で、そこオイル。Moments later. いや先に出るぐらいに中村直樹いやー寄ってくるぞ寄ってくるぞ寄ってくるぞいけいけいけさあ近いところに後追い中村直樹が捕まえてる捕まえてる捕まえてるさあ後追いの捕まえたあったーやりすぎやったー危ない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 おー戻ってきたものすごい危ない危険だこの後追い砂煙を巻き今この戦いで決まってくるということになる1本目軸や9組先行後追い中村直樹こっからだ勝負近いね軸や後ろから中村直樹同時だ同時だ当たってる
メだ。中村君やりすぎだよ。中村君やりすぎ。おーい中村君。遅すぎ。これ無理。おーい中村くん。なんかいろいろ飛んだぞ、いろいろポロポロ。カメラマンが自らカメラを拾っております。さあ大変なことが起きました。なんとカメラが破損しました。あ、これやったの。これ、中の電池もないよ。もう記者さん、アドバンテージは何？